おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は金子理恵20というトレーディングカードを開けたいと思います。レギュラーカードが54枚と、インサート2枚、レアカードが2枚入っているそうです。はい、こんな感じですね。いろんなレアカードがあります。投げ込み生チェキというものがあるんですが、一体どういうものなんでしょうか。初めて聞きました。では開けてみます。それでまずはですね、特典がありました。はい、これはカードですね。特典カードと生写真がありました。はい、じゃあ開きましょう。はい、それセーターですかね。どっかの旅館みたいですね。ああ、二十歳になって大人っぽくなりましたね。はい。パズルになってますね。応募券ですね。あ、もうレアカード見えちゃってます。レアカードは袋に入ってますね。はい、じゃあまずレギュラーの確認から。パズルになってますね。はい、じゃあレアカード見ていきましょう。まずはこれは何カードかな。ワンピースドレスって書いてありますね。はい、105枚限定ですね。で、あ、チェキですね。これが、投げ込みチェキというものなんでしょうかね。280枚みたいですね。サインが入ってないバージョンでした。はい、以上になります。ありがとうございました。